皆さん、OK、宮さんです。本日は国部館の流暢からお送りしています。はい。今ね、甘美の方向から見ていますけども、この船の名前がね、リュウチアウとありますよね。はい。これで、リュウチアウ、流暢ですね。おまんじゅうたちも元気にしておりますけども、うるさいのでカメラを一旦止めたいと思います。はい。で、今回の動画はバーチャル空間上で、流暢に乗船してみるだけというね、簡易的な動画になっていますが、まあ、より臨場感のある流暢の様子を皆さんにご覧になっていただけるかと思います。流暢はバランスが悪すぎるまな板として知られていますが、実は意外にもかなり対空兵器が充実しています。今見えていますのは世にも珍しい4連装の13ミリ機銃です。そして原則から突き出ている箇所には 12.73 光覚砲が3機並んでいます。このように流暢は竣工した昭和8年の時点ではかなり高い対空能力を持つ空母であったことがわかりますね。まあこの攻殻砲はトップヘビーすぎることが指摘されて、割とすぐに1機が撤去されてしまいました。模型ではおそらく片舷2機の第二次改装以降の流暢が有名かと思います。そしてまもなく監視方向にたどり着きますが、これが流暢で一番有名な姿かもしれません。見えてきましたね。こちらが航空母艦流暢の正面の姿となっております。めちゃめちゃ不安定な形をしていますよね。果たしてこんなアンバランスな船があるのかというほどの独特な逆三角形のフォルムが特徴的です。それでは早速挑戦してまいりましょう。はい、現在飛行甲板を歩いておりますね。これがね、流暢のね、飛行甲板です。そして本日検証してまいりますのは、流暢のアンバランスさを示すエピソードの一つ、台傾斜すると格納庫のエレベーターの穴から水平線が見えたという話を実際にこのバーチャル空間で検証してまいりたいと思います。流暢の飛行甲板はかなり独特な作りがされていますね。今私が歩いている飛行甲板の木甲板は縦方向、そしてここからは横方向になります。前方のエレベーターからは木甲板が横方向になっています。この理由は不明です。流暢は軍縮条約の影響で小さな空母として誕生することになりましたが、まあ少なくとも軍縮条約の影響ではないと思います。はい、ようやく着きました。ここが甘美方向にあるエレベーターです。はい、この甘美のエレベーターは戦前の流暢の写真でも運用されている写真がいくつも発見されていますが、竣工地の艦載機の3式艦上戦闘機がなんとか1機収まるくらいと、後の時代の爆撃機や攻撃機の運用を行うことは難しかったと考えられます。それでは早速エレベーターを動かしていきましょう。おまんじゅうたちがめちゃめちゃ気合が入ってますね。ブブブブブじゃねえ。後で観察しておきます。それでは出航と参りましょう。あ、今回の動画は大変酔いやすいと思いますので、気分が悪くなった方はブラザーバックで休憩をお願いいたします。はい、ということで現在は格納庫のエレベーターから覗いていますけども、少し船は揺れているといった感じですね。現在は傾斜2度で、この状態では海面は全く見えません。ということで傾斜をさらにアップしていきましょう。まあかなり大雑把に動かしていますけども、現在傾斜は10度になります。果たしてこの角度では水平線は見えるのでしょうか。ご覧ください。まだ水平線は見えてきません。船はグワングワンと揺れていますけども、水平線はまだ見えておりません。それではさらに、流暢を動かしていきましょう。ということで、さらに傾斜を増していきまして、傾斜20度となっております。傾斜20度の角度で、果たして水平線は見えるのでしょうか。はい、皆さんご覧ください。傾斜20度で水平線が見えてまいりました。ちなみに流暢は、こんな悲惨な状態で航行を続けております。これが傾斜20度です。ただまあ実際の証言では、エレベーターでどの地点から
海面が見えたかは分かりませんので、この検証にどんな意味があるのか分かりません。謎の動画です。念のためにもっとエレベーターを避けた状態で見てまいりましょう。エレベーターを限界まで避けた状態で30度の傾斜に設定した場合、さすがに壁が高すぎて何も見えませんでした。エレベーターから水平線が見えた状況というのは、やはりもう少しエレベーターが上がった状態かもしれませんね。ということで、今回は龍城のエレベーターから実際に水平線を見てみたという動画になりましたが、日本の他の空母としては海面がかなり荒れている場合に、香川3度の傾斜、飛龍は最大で11度の傾斜、昇格は最大で20度の傾斜が見られたため、昇格はもしかしたら格納庫から海面が見える機会があったかもしれません。軍艦はかなり傾斜に強い設計がされており、例えば徳川駆逐艦は110度の復元性能がありましたが、龍城は海面の状況に関わらず旋回をすると大傾斜が発生したと伝えられているため、やはりトップヘビーすぎたことが判明、2度の改装を受けることになってしまいました。本日の動画は以上でございます。まあこれからね、どんどん船の形が複雑化していく時代の解説動画を作らなければいけなくなってきておりますので、こんな感じの臨場感重視の短尺動画を作って素材を貯めていきながら満を持して解説動画を作るみたいな形で今後進めていこうと思っておりますので、何卒ご了承をお願いいたします。それではまた皆様、次の動画でお会いいたしましょう。せーの、さよなら。バイバーイ。